はい、こんにちは。今日はですね、先日ね、私ね、こういうね、ネットワークカメラっていうのを購入しました。TP リンクっていうメーカーのですね、なんていうのかな、タポっていうのかな、タポっていうところのシリーズの、C200 っていうね、このね、ネットワークカメラっていうのを購入しました。購入した理由に関してはですね、先般に、ブログでね、紹介しましたんでね、そちらの方を見てもらいたいなと思うんですけど、実はですね、これまあ Amazon で購入したんですけど、Amazon のサイトを見てるですとですね、同じようなこういうネットワークカメラがですね、いろんなメーカーから出ております。で、大体ね、お値段がね、3000円から5000円くらいですか。で、機能もね、なんか形も非常にこう似ててですね。で、同じようにこう首振りができますよとか、録画ができますよ。で、双方向で通話できますよとか、なんかほぼほぼ似たような製品ばっかりなんですけど、ただこのね、TP リンク以外はですね、ほとんど聞いたことがないメーカーでございます。多分ですね、こうなんかね、商品紹介とか見てるとですね、どうもなんかね、中国製のメーカーっていうか、中国の企業が作ってるようなもんじゃないかなと思うんですね。でですね、で、私がね、なぜね、この TP リンクっていうメーカーのネットワークカメラを買ったかと言いますと、最近こう家電量販店とか行ってもですね、この TP リンクっていうメーカー、皆さんもね、パソコンの周辺機器コーナーとか行かれた時にね、この TP リンクっていうメーカーのね、例えば無線 LAN ルーターとか、そういったものをね、見かけたことあるんじゃないかなと思うんですけど、ある程度家電量販店とかでも取り扱いしてるっていうことは、ある程度、信頼のおけるメーカーなんじゃないかなというふうに、個人的に思いまして、この TP リンクの、ネットワークカメラっていうのを買った次第でございます。あまりね、なんかね、知らないような中国企業のね、ものを買うとですね、最近ね、いろいろとその、なんていうんですか、こう、ネットワークカメラなんで、そのカメラに映ってる情報がね、こう、中国の方に筒抜けになってるであったりとか、あとは、最近だとね、ネットワークカメラで撮ってる情報がね、インターネット上にね、こう、なんか、いつの間にかさらされてるとかっていうふうなね、話なんかもあるんでね、ちょっと怖いなというふうに思うんですけど、安さを考えると、こういったのもね、多少リスクあっても、買っちゃってもいいのかなと思ったりするところではあるんですけど、とはいえね、何かあった時には遅いですからね、というところを考えると、ある程度こういう、家電量販店とかも取り扱いしてる、メーカーなんでいいかなと思ってですね、購入してみたという感じでございます。とはいえね、このね、TP リンクっていうメーカー、これもね、中国企業でございますので、私のね、そのね、認識というか考えがね、どうなのかっていうところはね、わからないところではあるんですけどね。皆さんもね、ネットワークカメラ、購入される際にはですね、ちょっとね、その辺のね、考慮しながらね、購入した方がいいんじゃないかなと思いますんで、特に Amazon なんか見てるとですね、やっぱりこう2000円台、3000円台とかで売ってるとですね、ついつい安いから買っちゃおうかなっていうふうなね、気になるかもわかんないんですけど、なんかあった時にはね、手遅れになる可能性もあるかもしれないんでね、その辺をね、十分気をつけてですね、商品選びをしてもらえればなと思います。でね、この私がね、買ったね、このタポ、C200 っていう製品に関しては、いい点悪い点も含めてですね、私のね、ブログの方でね、レビューをしてますんでね、もしね、商品がね、気になる方はね、そちらの方も見ていただければなと思います。はい、じゃあ今日はですね、この TP リンクのタポ C200 っていうのを私が購入した理由というのをですね、ご紹介してみました。この動画がね、役に立ったなと思いましたら、ぜひ高評価、またチャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこの辺で動画を終了いたします。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。